わ、来た、めっちゃ、でかいでかい、ヒラメ、来た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 、でかい、でかい。はい、こんにちは、村岡正則です。今回は釣り団バン、高橋です。小山です。星です。小宮です。はい、ということで、まあ、前回7月に今回はパゴチ1000シーバスと一緒ですか？シーバスとまさかの一緒、無理だと思うんで、パゴチで500でやりたいと思います。今回はもう全体ノルマだけで、もんじゃ焼きをかけて、ね、もう予約はしてるんで、はい、行くことは確定なんですね。で、500届かなかったら割り勘です。カメラマンの2人も割り勘です。ぜひ達成して、はい、あげてください。やだやだで、今9時なんで、9時から9時間、じゃあ早速スタート。やばい、これ役がしんどい。本当ですか？違う、薬だったあるあるですね、それ。夏ライジャケでね、ライジャケでウエスト測ってると、そうそうそう、エグいと思って。俺、痩せたかも。何から行く？私ちょっとまだね、ちょっといじってんだ、実は。告げたが話そう。告げたが話そう。告げなかったが、真似しないでくださいってなんか。なるほど。告げたが話そう。ちょっといじってんだ。行けちゃうよ、こんな日強かったら。行けちゃう？今年こそ美白を目指してるんですよ。アリー3000ぐらいの一番いいやつ抜いたぐってますよ。多分もう手遅れる。マジで？まだギリいけるでしょ。なんでだろう、塗ってんのにやっぱ塗り直しが足りない。でもアリーだったら結構いけんじゃないの？アリーって何ですか？アリーのあの、アリーじゃないの、あれ。アリー日焼け止め。え、アリーじゃなかったっけ、あれ。え、アリーってあるよね。アリーって何ですか？え、日焼け止め、え、富山くん、日焼け止めってアリーだよね。アリー、アリー知らない。え、強いやつ、強いやつ、強いやつ使ったことない。マジで、なんでそんな白いの？才能。なんでそんな白いの？才能か。じゃあ俺才能なかったんだ。ジャルティ22、緑色、かわいい。戦乱レジェンドグリーン。ん？戦乱レジェンドグリーンって言います。ん？戦乱レジェンドグリーン。やめた。おお、食ったよ。どっち？なんか違うよ、これ。シーバス、シーバスか。やるねー。え、シーバスは今日ちゃんと、え、しかもなんかでかいの？ちゃんとされません。あらら、もういいじゃん、いい魚。おめでとう。ノーカウントですね。この間だったらみんなすげえ喜んでたのに。あ、逃げたよ、おしくん。トムくん出ちゃった。おしくん逃げたよ。出ちゃった。見せ場作るね。こっちおいで、こっちおいで。見せ場作るね。いいサイズだね。イエーイ、シーバス。いいな、戻ってみたい。マゴチ狙ってんのにシーバスしか釣れない。星子面白いね。シーバスしかって、まだ俺2投目だから。まだ2投目ですから。お、あ、黄色のマゴチ。あらら、黄色のマゴチ。おーおお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 バーブレスなんで取りやすいです。今日足が取れない。イエーイ、やったやっぱ1匹目。バイバイ、バイバイ、はい、イエーイ。でもマゴチカウントされない。カウントされない、残念。できます。ちなみに何センチ？60ありそうだね。60ジャストぐらい。ありがとうございます。重い。シーバスですか？シーバスですか？今日はシーバス知らないんですよね。もうちょっと茶色いやつと、茶色くて日堅いやつと。しかもマゴチはどうやって釣るんだい？こちはなるべくそこを離さない。あんまり追ってくる魚じゃないので、基本的に基本的にずっとこうなんで。下手すぎは潜ってくる。下手すぎは砂の中にいる。ね、海も魚も何があるかわからないのが面白いところで、船の近くまでマゴチがキャン追ってきたりするから。それもね、何回か見たことあるんだよ。あ、それシーバス釣れたやつ。改造してるやつ。そう、改造っていうか改造じゃないんだけど、スナップをあえて使わずに直結にしてダイレクト感を増してくる。すぐ持ち上がるし、落としていく時の当たりがすごい取りやすくしたつもり。でもシーバスは多分関係なかった。ドリリリって巻いてたからゴンって。
褒められました。タンパク質警察がいるんですよ。何も 言ってないで、なんか近寄ってきて褒められました。偉いっすね。もう今、15分釣れなかったからちょっとあれでしょ。飽きちゃった。飽きちゃった。頑張ります。頑張りましょう。さあ、誰がウイジンを切るか。あ、やっぱここはユースケさんじゃないですか。俺前回最後だったよ。おし君。おし君釣ったよ、これ。おー、マゴチっぽい。マゴチっぽいゴミ。めっちゃゴミだった。めっちゃゴミだった。いやいい尺作るね。めっちゃゴミだった。尺作るね。今このトークの中でこれかけんのさすが。持ってるね。なんだろうそれ。なんだろうね。パンティーだ。じゃあ誰かなくて困ってる人がいるんじゃない。返さない返さない。もう絶対いかないでしょ、どう考えても。でパンティーではないよ。大丈夫、安心して。YouTube に移して大丈夫なやつね。みんな何投げてるの。みんなジョルティじゃないですか。全員ジョルティか。みんな我先に釣ろうっていうのが見えてます。マゴチってどうやって狙うんですか。マゴチですか。マゴチはボトムにいる魚なんで基本的にはボトムを狙います。まあ、フラットフィッシュって言われるんだけど、まあ、ヒラメもフラットフィッシュって言われるんですけど、でもねヒラメの方がちょっと上引いてても食ってくるんです。マゴチはより50センチぐらいボトムからの方がよく釣れます。じゃあ適当に投げまくる。うん、適当に投げまくる。でもう隙間なく、そんなシーバスみたいに上見てわーっと追っかけてくる魚じゃないから、こっちがしっかりいるとこ引かないといけないので。へー、マゴチは釣れたら嬉しいですか。マゴチは釣れたら嬉しいですよ、うん、美味しいですよ。ここなら食べたことないけど美味しい。中にはヒラメより美味しいっていう人もいるぐらい。ちょうど今旬ですよね。旬5月、まあ、ここが夏だね。夏が時期の照りゴチって言われるぐらいだからね。あったかい時期に釣れるんです。シーバスが水温高くてやってらんねえよってぐらいの水の厚さでもマゴチは釣れてくれるんで、夏は本当にいいルアーターゲットですよ。暑さに強いです。ゲーム性は。ゲーム性、まあ、確かに、ね、シーバスみたいにすごいレンジ刻んでっていうよりはボトムレンジで、まあ、でもいろんなアクション試したり、こういうただ巻きやってますけど、忍者リみたいなワインドちょんちょんってやってもそっちが反応いい日もあるんで、ボトムでいかにその日の当たりパターンを見つけられるかっていうところがゲーム性じゃないですかね。うん、勉強になります。すげえ心にない勉強になりますが来た。勉強になります。もしくんおすすめの食べ方とかないの。刺身洗いはやっぱ有名だし食べやすいし美味しいよね。じゃあ醤油で食べるよりもポン酢とかと相性がいい。結構コリコリ系なんで。食べてみたいな。俺はバリバリ揚げちゃいますけど。揚げちゃう。大体なんか魚揚げますよ、ね。俺魚基本天ぷらか、そう油を入れるタイプなんで。天ぷら美味しいですよね。美味しい。今日持って帰るんですか。ロコさん今日オールリリースですか。どっちでもいいよ。ご飯に頼んでまた焼きにしていけるやん。うわ。佐山くんのグリキンが一番釣れそうだけどな。緑のジョルティ。緑とゴールドジョルティ。鉄板だよね今の時期。夏の鉄板カラーです。グリーンゴールド関係あるんですか。うん、やっぱ夏になると塩がこうやって茶色くなるから濁るから基本的にはそういう派手めな色が強くなるって言われてます。これはシーバスも一緒。何時までにどれぐらい釣れてたら安心ですか。いやでも今ね釣り始めだからまだ魚がいる状況だとしたらそろそろ1匹釣りたい。おこれが1時間当たりもなしだとちょっとおってなってくるかな。おマゴチ釣れたら五平さんでバター焼き美味しそうですね。食べたい。食べたい。じゃあ持ってこう。持ってきたい。頑張りの情報なんです。マゴチってさばくの難しそうじゃない。そうなんですよ。滑ったいんでしょ。そうなんですよ。ちょっとコツがいる。おーコツ。ちょっとコツがいる。へえ。鉄板ネタが生まれたんですよ。小島だよネタが得意なんですよ、うん、ガイザン君っていうこと富山だよね。そもそも外山って呼んじゃうじゃないですか最初。それから生まれたんですけどすごいいいキレで返してくれるんで、聞いてみましょうか。ガイザン君反応どう。キレ悪いやねん。キレ悪いやねん。もう忘れてる。なんて言いました今。ガイザンどう。富山だよ富山だよ。遅いよ。俺のせいかな。囲碁変えました。はい、ドンキホーテのアダグトコーナーにありそうな囲碁。行ったことないから考えな。フルフルピーチっていうカラーで。誰が考えたの。カツゴさんじゃないですかね。
達郎さんがビーチ確かちょっと笑っちゃう笑っちゃう達郎はミクロネシア出身だからそういうの得意なのどういうの南国系南国系のネタがなるほどねドイツが南国だからあ俺の予想だからあっちの島行くととかパスポートを出すので向こうの言葉で話しかけられる面白すぎるな今の泣き方気持ち悪いな気持ち悪いもんあこちそっちには投げないよって思わせといて投げるうわびっくりしたこれは心霊現象ですって何やってんだよ釣れよそろそろやばいねそろそろ敗北を息は釣りたいね敗北を感じてきた予兆初の敗北を感じるか予兆が感じてるこれぐらいの面白いこれから違うねやっぱこれからこれからまあでもここ今5本釣れてるからすごっ5本釣れたら500cm 1匹 1m 怪物マゴチでもねオーストラリアとか行けば 90cm とか釣れるんだよダスキーフラットヘッドって言ってそれはマゴチなんだマゴチ日本にいるマゴチもそういう名前正式名称いや正式名称要は学名的なやつは違う英名でダスキーフラットヘッドあの日型頭ってあーオーストラリアのマゴチまずメーターぐらいになるすごい怖いのなんか逆にそこまで怖いのマゴチってなんでマゴチって言うんだろうコチっていうのが頭が硬いみたいなそういう意味があった気がする日本にコチ3種類ぐらいあマゴチ系があと沖縄行っても70センチぐらいの結構いい南マゴチっていうのがいて、尻尾が黄色いんだよ。黄色と白と黒のしましまがいて。オーストラリアのマゴチが深くて面白い。深くて面白い。深くて面白い。あの規制が持ち帰りの体調制限もある。40センチ未満は大食いリリースなんですよ。それは資源保護？それなんとなくわかるじゃないですか。うん。一つ面白いのが70センチ以上も大食いリリースなんですよ。そのサイズでも？だから40から69までしか持ち帰りができない。なんでだと思う？でかいのが。やっぱ卵を持つ個数が増えるから。そうそうそう。卵を持つ個数もそうだし、でかく成長する遺伝子が、そいつが卵を産むことによってでかくてその卵いっぱい作れる遺伝子が残るからっていう説。なるほど。まあでも確かにそうなんだろうな。でもそれだけ魚に対する守ろうっていうのもあるし楽しもうっていうのも両方あるって、ね、しっかり考えられてるよね。それはオーストラリア独自なの？オーストラリアの州ごとに違う、ね、へえ。ニューランドとかそんな感じだったかな。ニューサウスウェーブズの。ちなみに星くんどこか行ったことありますよね。ニューランドにねちょっと住んでた。あ、住んでたんだ。ちょっと働いてた。ワーキングホリデーっていう。ワーホリ。大学生の時か。多分ねワーホリやってる人だったら絶対にわかる向こうの一番有名な回転寿司屋でバイトしてた。へえ。それは全然釣れねえやこれ。全然釣れねえや。全然釣れない。やっとるやないか。変えよう。先越されてた。カラーまで一緒。サイズもカラーも一緒。考える言葉で一緒。ちょっと嬉しい。小峰くんは？15グラム。アジョルティ15。あえて変えず。おお。アクションだけ変える。おお。釣れない。釣れない。ということで、樹脂バイブ。ナレージ。ナレージ6号。さっきのは？さっきのはトレイシー。あー。さっきのはね、金属っていうか鉄板なんですけど、こっちはプラスチックなんで、よりちょっとふわふわとスローに、ストンって落ちづらい。釣っちゃうよ。釣っちゃうよ。どっちかな。
っちゃって。じゃあな。さあ釣り開始します。さあ行きましょう。じゃあまず1投目。サクッと終わらせましょう。1投目。1投目。ジョルティ22。あの船の中のやつをもう引っ掛けちゃう。さっきからこすいてばっかり言うね。小峰くんならできそうだよね。なんかキャストしてうまく。そう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 。横でこうやって写真撮ってるとこを切って。真ん中のキャストして。下だけ。下だけ回収。アニメみたいな。おおおお。でかいよ。あ、いい。あ、超でかいよ。おお。ええ。ありがとうございます。さすが。でかっ。それは60余裕オーバーでしょ。すげえ。これで500分の60。船長カウント関係ない。船長カウント関係ないですか。そんな聞いてないですよ。うわ、初めて見た。でかいでかい。でかいな。かわいい。回したもんね、あれが。完全に竿が。そうだね。回した瞬間、え、これ本当に孫チーみたいな。え、ちなみに今何で釣ったんですか。ジョルティ。ジョルティ。ジョルティ。いいな。いい。うわ。かっこいいこれ。でかい。空気読まず、船長1本目。でけえ。行きますよ。はい、チーズ。はい、チーズ。すげえ。いいサイズだ。でもこれはもうカウント。いや、もうあれもカウントだよ。あれ方もメンバーだからね。63ですか。でっか。うわ、すげえ。まだ60オーバーでかいっすよね。でかい。でかい。はい、じゃあちょっと風強くなってきたんで上がりたいと思います。待ってください。もう5分行きましょうよ。行くか。ママ持って風強くなってきた、ね、風強くなってきたんで5分に行きましょう。かっこいいなと思って。いいなって、ね、かっこよくないですか。超かっこいいな。恐竜っぽいですね。あー、かっこいい。確かに怖い。なんか内模様が若干シマシマなのも完全マゴチですよ。もうちょっとね、黄色っぽくて吉野ゴチっていうのもいるんですよ。東京は基本マゴチです。調子はどうだ。調子はまだ全然ダメっす。いいでしょう、そろそろ列で大丈夫でしょう。はい、年功序列的に。ヒラリン。ヒラヒラジンティン。最悪。よし、でも反応ありましたよ。一瞬は乗った、一瞬は乗った。終わりかんでもいいか。終わりましょうか。まあ、当たったんだけどな。どんな感じで普通に。パクグググって。はい、パクグググ。普通にでギュー。よしよし。ふっ。よくあるやつですね。口が硬いんですよ、マゴチって。だから結構刺さってないことがあって。あ、しっかり合わせ入れないと。なるほど。トラグにズルズルの合わせだと大抵最後外れたりします。まあ、このガラガラがね、マゴチだよね。このプチ模様というか最後来て、ここが白と黒と黄色の縞模様のやつがいて、それが奄美大島とか沖縄とかにいる南マゴチっていうのがまたいるんですよ。それがすごく分かりやすい。これは絶対マゴチ。
かも。うん、やったー。しかもでかい。なんか短いんだけど。え、なんか短くない？え、すごい太く短くない？いやー、太いけどなんでこんな短いの？なんかすごい。ずんぐりむすび。そう、さらに不格好。それじゃなくても不格好なのに。なんか短い。イエーイ、イエーイ。さあ、コートラよ。はい。しっかり釣るんだぞ。最高序列順じゃない。俺は一番最後だな。そうなんで気使ってたから。気使ってたの、ね、順番に。もう年齢順。今もう釣るじゃん。やりました、ジョルティ22。あー、すごい。セナレジェンドグリーン、本当にホール中5で一番気持ちいいバイトでした。イエーイ。おめでとうございます。やったー。ありがとうございます。あと。はい、55。お願いします。こんな幅あんのに。横にすごいよね。よし。バイバイ。さあ。さあ。開始2時間半。もうやめスタートです。イエーイ。イエーイ。あ、なんか小峰くんはやっぱ年功序列を気にして、ね、あの、そう、気にしてた。で、次誰？星くんか富山くんかな？年下なんだここ。あ、小峰くんさらに下？そうです。一番。そういうことね。じゃあまだもうちょっと我慢しなきゃいけないね。僕は容赦なく行きましょう。チーム戦ですからね。そうだそうだ、今日チーム戦ですから。チーム戦だからみんな協力しないと。そうそう。足引っ張んなよ。お兄ちゃん。3秒前と全然発言。何センチでした？何センチだっけ？53？あ、55。55。おお。おお。ルアチェンジですか？ルアチェンジです。ジョルティ30。重い？重い。渋かったらなんか軽くした方がいいんですけど、うん、まあ、ここ多分まだ誰も打ってないんで、うん、まだやる気満々な孫っちゃんがいるんじゃないかなっていうところで、孫っちゃん頑張っていきたいっちゃね。いきたいっちゃね。頑張るっちゃね。頑張るっちゃね。さすが。来た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 。ナモチだよな。なんか跳ねたけど。なんか跳ねてた。跳ねたよね。あ、こっちだろう。でもマモチだな。めっちゃ遠いんだけど。もう暴れないで。あー、頼む。頼むって言って。ローランド弱い。マジで頼む。真ん中に。真ん中に。どうしましょう。OK。やったー。当然だよ、当然。急に強気。来るときは来たんだよ。まだローランドで来いな。隠しきれなかった、動揺が。オッケー。ジョルティ。22。ジョルティ22くらい。ただまきですか？ただまきですか？いいじゃないですか。ジョルティ。低速。低速。よいしょ。18。太い。よし、逃がしてあげましょう。はい。本当、俺に伝えてよかったな。喜んでるよ。手振ってた。ありがとう。いや、100センチ来そうじゃないですか、これで。50ありそうだったもんね。58です。おお。ナイス。100いったよ、100。あ、今3時間経過。ペース遅いよ、ペース。でけえし、ありがとう。これはちょっと、ありですか？イエーイ。むしろヒラメ2倍じゃないですか？これは、むしろヒラメ2倍じゃないですか？でもまあカウントは OK。これが5倍だ。はい。レアだよ、レア。やったー。
すごいね、しかもこんな大きいよ。すごい50ぐらい、うん、ね、わあ、なんかやだ池が、池が取れた可愛いとやだタイプが違う、イエーイ、ヒラメです。まさかの、ちょっと引いてるかな、なんかまさかの、やったヒラメだぜ。計測50ジャストかな、1かな、50ジャストです。はい、イエーイ嬉しい。今ヒラメを釣ったんで、お土産要員で保管されてた巨大マゴチは、エイス嫌がってる、まだ俺と離れたくないみたいな。よかったな、お前。もう喜びがすごい解放への喜びが、ヒラメ、ヒラメ、よかったな、ほんとヒラメと俺に感謝してほしい、あのマゴチは一生よかったな。でも富山くんに怒らないようにサラダチキン食べてますよ。さすがです、ちゃんと高タンパク意識し始めましたね。おにぎりとか食ってると怒る人がいる。おにぎりですか、糖質ですか。タンパク質警察なんだマスク警察より立ち悪いな。それ低タンパク高脂質です。怒らなくなった、偉いって言われるから、あ、偉いですね人がやってるのを見て改めて、あ、僕も頑張ろうと思います。相乗効果ですよ、みんなでタンパク質取ったらみんなそうなるから。今日一喋るね急に饒舌でもほらヒラメもタンパク質、あ、そっかそっか、あ、だから喜んでたんだ、魚もタンパク質、そっか動物性タンパク質、魚と全く。いやダメだ、私の今日のこれは怒られるな、これは怒られるかな、後で怒られるとね、写真撮っといて。これ怒られますかね。バナナは許されるんじゃないですか。どうでしょう、ダメかな。菓子パンどっか食ってんの、ぶっ飛ばされるよ。青くんはスタイリッシュだから、だから普段動いてる感があるんだよ。船に出て作業して、ブラボさんも怒られるのがスタイリッシュやばいやばいこと言ってる。違う いいだ。まだ分かんないよ。80ぐらいのマゴチかもしれない、かもしれない。頑張れ、頑張れ、トシ君。2m40のマゴチかもしれない。そしたらクリアだ。あ、ダメだ。3m40 か。もっと遠かった。よう引きますね。よう引くマゴチだな。ダメかな。こっちだね。走る。でっか。でっか。超でかい。超でかい。え、何？シーバス。シーバス？これは取ろう。でっか。ランカーランカー。わかる。ランカー。すげえすげえすげえ。超でかかった。ちょっとナメックしたマジでえぐいでかさだったよ。でかっ、シーバスだって80-90だった。90近い、うん、でかっ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 、ちょっと待って、やばっ、ちょっとナメックしちゃったよ、やばい。ランカランカ、うわー、すごい。ええ、嬉しい、ちょっとやばいじゃん。え、ちょっとやばいって、マジでビビったみたいな。頭でかっ。え、やばいやばいやばい、いいな、えぐでかっ。
エイだと思ってファイトしてたもんね。ナメプしてた。エラーレした瞬間本気になったみんな。みんなその前まで頑張れ頑張れ。俺もライン見ようぐらい思った。すげえ。これで大きく500に近づいたんじゃないでしょうか。一気に90センチ。なんで鈴木がいつの間にか入ってるんだ。すごいね。何やったの、どうしたらこれ釣れた。久々にこんなの釣った。すごいね。さすがスター。やっぱ違うわ。めっちゃ口がほら。口がこんな大きい。星くんの口より大きいよ。そうかもね。いいね、そした長さ行きます。はい、長さ行きます。ちょっと待って待って待って、これかけてるかけてる、頭大きいけどこれでゼロですよ。86かな、6ゼロで、ゼロゼロあってもうちょっと行けるね。小峰くん、さすが、さすが厳しい。せっかくの、あと88ぐらい。わー、88です。88、こんなんと出会えちゃったか、嬉しいな。嬉しいね、星くん。ちょっと今日、まごつけなかったけど、もう満足だわ。今日星くん、大きいスルキばっかだね。そう、今日シーバスしか釣ってないね。すごい。前回釣れたから、今回すごい展開だったのに。今日一盛り上がって。わお。88センチ。ハンドリースだな、これは。この口ね。すごいね。この口ね。お帰りいただきますよ。わあ、すごい迫力。長い。やったー。やったー。おめでとう。まさかの。なんか。8あった。ありがとう。びっくりした、ジョグティ30。ためかえんだと思って、なんかめーって。首振り始めて。本当だよね。こういうことあるんですね。すごい。これで合計いくつになったんだろう。計算しないと分かんないぐらいなんですけど。いや、でもそれ、まこっちじゃないよ。あれなんかみんな、今日のオープニング思い出して。入れてない、いろいろ。石の地まで入れて数えてない。でもそこの後が。あと1時間、あと1時間、20分。まこっち、まこっち。企画はマゴチ500です。今まだ0センチしか稼いでない。もしくんゼロマゴチだ。頑張って。頑張ります。敗北寸前だから頑張って。あれ？ホクホクしてる敗北者みたいな。なんかつっ。ホクホクの敗北。ホクホクの0センチ。あとはマゴチ釣ったからね。あれだもんね。63センチのマゴチに88センチのシーバス。すごい。すごい。ランカービンだよ、ランカービン。すごい。お、しゃー、来てるね。あれ、え、何これ、石餅か、石餅だ。石餅、石餅。あ、キープするんだ。これ食べれるんですよ。え、なんかゲドウがどうのって聞こえましたけど、これは何、そんな歓迎される魚ではないんですか。嬉しい。いや、嬉しい嬉しい。あ、嬉しいは嬉しいんだ。このゲームの趣旨では違うけど、いわゆるクーラーボックス持ってきて、持ち帰って食べるんだったら、もう最高に美味しいさ。いいサイズですね。多分俺的にはヒラメマゴチを超えるな。そんなに。そうですか。このサイズの石持ちの塩焼きが、本当に美味しい。綺麗だね。グーって鳴く。頭の中に石があって。それもしも叩いてる。おっしゃる通りですよ。の耳石が大きいんですよね、頭の中にある耳石が。そう、要は耳、魚の耳に当たる部分の石が結構大きめなんですよ、この体に対して。魚の年齢を見るときに参考にするのが耳石ですね。だからその観察しやすいんで、解剖とかやったことありますよ。そうなんだ。東京湾だとね、専門で狙う船出てるぐらい、まあ、有名というか、その餌釣りでポピュラーな魚ですよね。こっちの方がいいかな。わあ、なんか綺麗な色してる。綺麗ですね。歯もありますね、歯も。ほら、わかる、つかな。これは歯、噛まれたら痛いのかな。おしくん、噛まれたら痛い。やってみたかった。いや、やってみたよ。あ、まあちょっと引っかかるって感じですね。
やったー。じゃあ今日のご飯で食べられるのかな。そういうことです。嬉しいね。マカさんは何よりもこのサイズに気持ちが美味しいと。ねえ、佐山くん今日なんかいろいろするね。ちょっと下道マスターになっちゃってるかもしれない。嬉しい。魚に出会えるのはめちゃくちゃ嬉しいです。やったー、キープ。はい、後ほど。後ほど。今日は、はい、佐山くんのおかげでみんなの食卓が豪華になるね。イエーイ。下道、なんで下道、はい、なんで下道、下道って何、どういうこと。あ、富山の外っていう字に道と書いて下道なんだけど。富山だよ。富山さんありがとうございます。勝手に使わせていただきます。なんか下道って呼び方やだよ。ゲストって呼びたくない。だから星熊絶対ゲストって呼んで、お友達とかゲストって呼ぶ。うん、私はお友達とか言って違う魚釣ったりする。その本来釣りたい魚と違った時に言うの。そうそうそう、ターゲットのメインターゲットと違うの結構下道って呼んだりするよね。釣り人はゲストっていう。この1頭あったらコーヒー飲もうって思いながら30頭ぐらいしてる。あと1頭が終わらない。釣り人あるあるでしょ。この1頭したら帰ろうとか、この1頭したらルアーを変えようっつって30頭ぐらいするの普通にあるから。で、何やって引いてる時に、そうだ、変えなきゃ変えようと思ったんだって言うんだけど、なんかルーチンでないでしょ。だけえ、カノン釣り人と結婚できそう。はい、見てきたじゃん、釣り人この1年半。そうですかね。でも愉快な生き物でしょ、みんな。愉快ではありますけど。幸せそうでしょ。幸せそうではありますけど。本人はね。あ、本人は、ね、確かにな。釣り人の奥さんは大変だって話ばっかりしてるもんね。奥さん側の話は聞いたことがないから何とも言えないですね。業界でもね、企画されたことないと思う。奥さん座談会に。みんなにお面つけてもらって出てもらいたいな。いや、それでもみんな怖くてもう出せないんだ。旦那が反対。そうなんだ。旦那が反対すんだ。俺も嫌だもん。自分の奥さんが出てくる。じゃない。カナの中ではない。まあでも私は自由がなくなるのが嫌なんで。知ってる。まあそういった面では合うかもしれないですね。そうだね、お互い趣味とか自分の時間を自由にやろうねっていう合意できるカップルだったらあるよね。であるじゃん、主従関係的な、それだとちょっとね、大変だけど、まあ、そうは言ってもそれはね、2人だけの時はいいんだよ。子供が生まれるとそのね、関係は成立しづらい。なんでかっていうと、やっぱ送り迎えしなきゃいけないとかさ、はい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 、幼稚園が毎日行かなきゃいけないじゃん、はいはいはい、そうそう、ちょっと旅行行ってくるわとか、お互いしっかり話し合って持ち回りしないとダメなんだけど、大抵どっちかに負担が過度にかかるんだよね。そう、その負担を持ってる側がだん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 ストレス溜まってきてっていう夫婦はいっぱい見てきたかな。山の世界はね、山好き同士で結婚してる人多くて、でも子供生まれた途端お父さんばっかり山行ってて最悪ですね。そう、全然行けないって。でただ出かけるだけならまだいいのに、山に行くってなると奥さんますます不機嫌になるから、こっそり行くようなの。もうこれは末期だなみたいな、結構見たから。釣りはこっそり行ってもね、意外と分かんない、短時間で終わるから。でも山は本当1日がかりだからバレるじゃん。確かに、まあ、俺も奥さんに内緒で山行って相談した。そうだそうだ、言ってましたね。ぐらいするとまた釣り出す。当たったけどダメだった。今日もドキンドキン。今日もドキンドキン。針命。針命。これでバレたらもうしょうがない。なるほど。悔いを残さないため。なるほど、さすが。例えば星くんさ、はい、マゴチの卵。さっきでかいのみんな卵持ちじゃん、はい、この辺に集まって産卵するんでしょ多分。あ、そうです、今もうほとんど多分4月下旬以降朝場だから10メーター以降浅い場所で大体もう産卵できてる。産卵した卵は付着系なの、それとも浮遊卵なの。意外と分かってないことが多いらしくて、ただなんかこのハゼの稚魚みたいな感じで浮遊卵からもうちょっと浮いたようなやつ、うんうん、で10センチぐらいになってからそこに行くらしいです。あ、そうなんだ。最初は泳いでんだ。なんか浮いてるみたいです。ハゼと同じ。ハゼのイメージだと思いますね。あ、
じゃあしばらく河口うろうろしてんだ。おそらくはい、まあ、潮の流れ乗ってプランクトンだとかそういう餌なんかも一緒に流下げながら成長する。じゃあボラと生後が天敵だ。ボラも生後も同じように集まって、いや多分ね、生まれたマゴチの9割は多分10センチとかそれぐらいになるまでにスズキとかに食われちゃう。スズキとか生後とかボラとかに食われちゃうね。多分 そういう生活なんですね。え、卵がそもそも海の中に浮いてるの？卵がそう、なんかこう産みつける系というよりはなんか巻き散らす系らしい。食べられちゃうじゃん。だからスズキとかもそうなんですよね。あのボラが口開けてこう泳いでるやつは卵食ってたりする時も結構ある。え、それ食べられちゃうのになんでわざわざ巻き散らしてるの？やっぱ広くなんか、あ、そういろんなところに行けるように、なるほどね。そこに産みつけちゃってその海の環境をダメだったら終わるじゃないですか。ただ流れと一緒に赤ちゃんバラのことでその餌とかも一緒に産まれた場所にあるみたいな状況がやっぱ浮遊感のメリットですよね。数打ち当たるでか、そう、もう圧倒的。だからイワシなんかは2億とか3億1匹が産んで1匹が大人になるらしい。やばマンボウとか有名ですよね。あ、マンボウめちゃめちゃ多いって。そうなんですよね。あのでかい体のくせに1ミリ以下のやつを何億って産むみたいな。すごっらしいですよ、マンボウは。その浮遊岩のタイプです。みたいです。面白い。産みつけてる感じはないみたいな。逆にメバルとかタコもそうだな。もう数えられるほどしか産まないけど、それを確実にある程度まで見守って、ね、海に送り出す。親元離れるのはちょっと大きくなってから、まあ、その究極が人間だよね。なるほどね。生まれたまま置いといたら絶対死んでしまうんだよね。確かに人間は。でも普段そうですよね、20メーターとか30メーターで釣れる魚ですもんね。そうだね。卵海にやっぱ浅い場所に。そうだね。浅い方がいいんだ。餌じゃないですかね、ちっちゃい。あ、結局プランクトンとか行くのってこの太陽光が当たるエリアなので大体そうですよね。ちっちゃい魚の餌が多いのと、うん、ハゼとかと一緒で大潮の干潮時に産卵するの。そうするとわーってこの辺に遊覧として大量に何億って卵が浮いた水が揚げ潮で全部川の中入るじゃん。どっかしらに引っかかって岩とかいろんなとこ引っかかって、で大多数はカニだエビだにいろいろ食べられつつも、めちゃ風爆風どんどん強くなってます。待って、これ向かい風だから。カメラも音声が入らない。音声が大変かもしれない。あ、そっか、ボーボーしちゃう。俺ね、マゴチ釣りもね結構ねやりづらい。やりづらいんだ。やりづらいっす。ボトムの釣りなのでもう横風受けちゃうとね、ジュルティ22がどんどん浮いてきちゃって、あ、ボトム引けてこれてない。でも風は海の上なのに、はい、ボトムにも関係するんですか？ラインが引っ張られちゃうんですよ。あ、空中のあラインが水つかずに、はい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 、めちゃくちゃやりづらいです。なるほどね。プラス今はエレキで止めてるんですけど、これ止めないとどんどん船流されちゃうんで、うん、普通だったらどんどんボトム取れなくなっちゃう。なるほどね。エレキで止めてるから選手が止めるから絶対選手が風の方向くんで。選手？あ、選手って船の頭。ああ、なので船が立つんですよ、風に向かって。はいはいはい。強制的にみんな横風で釣りすることになる。しんどい。しんどい。さらにね、最悪なのは、まあ、結構今浅場、まあ、今ちょっと深いところで5メーターとかでやってるんですけど、5、4、3メーターぐらいになってくるとだんだんもうそこが濁ってきちゃってルアーも目立たないし、あんまりマゴチもやる気なくなっちゃったりして、あ、うん、風がいい方に行くことはあんまないです、マゴチ釣り。シーバスだとあるんですよ、こうやってね荒れてきて警戒心が薄れてでかいのがドーンって出る。もう計画変更してね、シーバス狙っていきますか。続きにしたらいいんじゃない。ダメ、ダメみたいです。ダメ、すごいいっぱい釣れそうだけどね。え、いや、みんなベタベタそこやってるからね、うん、ちょっと本気で上巻いたらシーバスいっぱい食ってくるかもしれない。ねえ、でもほんとめっちゃ風強いね。めっちゃ風強いよこれ。マゴチはね、ないででも全然食うんで。へえ、迫力、なぎの方がいいです。ほんとはだから僕さっきバインドとかやろうと思ったんですよ、ピョンピョンピョンって。ああいう動き試していくと、こうやって今普通に巻いてるんですけど全然今まで食わなかった魚食ったりするんで、そういうのでね、数伸ばせる
ていけたらと思ったんですけど、もうマインドなんてとてもできる感じじゃないです。へえ、勉強なるね。はい、全てが勉強。メーターつってるから。メーターつってる、ひらめつってるから。あった。1時25分。7分に1匹釣ればまだ間に合いますね。7分に1匹、はい、7分に1匹釣れば多分4、7、28、5匹釣れる。おー、1人1本。あれ、それでも間に合ってないもしかして。いや、マゴチ何本あった？2本。え、マゴチ何本あった？マゴチは含めて3本でしょ、はい、含めなかったら2本でしょ。あら、間に合わないじゃん。間に合わない。ちょっとだわ。5分に1本だわ。あ、でもヒラメがいるじゃん。そうか、ヒラメがいるから。まあ、それでも5分に1本だわ。5分に1匹だよ。5分に1匹。あなたたち、分かったわかね。頑張りなさい。これ、青くん深い方にいるのかな。深い方に落ちた。下げで。下げ出したところ。結構下げ流れ出した。6メーター6メーターライン、6メーターライン。浅い方はもう濁っちゃってダメかもしれない。ヒット。お、来た。マゴっぽい。マゴっぽい。マゴじゃないの。マゴじゃない。それマゴ、マゴ、マゴ、マゴ。超フォール。あ、浮いてる浮いてる。マゴっぽいんじゃない？いったー。すごい。お願いします。多めにしても風が強いんで。なるほどね。マゴチだ。ちょっとテンション張り気味で、はい、ゆっくり落としてたら。いい、いい写真。15。ありがとう、マゴちゃん。たっぷり。本当だ、すごいね。すごい、めっちゃ集中の無言で無言だった。無言で、もこもこと。よかった、でもまだまだこれからあと15分。あと15分、すごいね。今のでマゴチヒラメで213センチ。あと14分。はい、頑張ってください。シーバスはルールには入っておりません。アクヒット。来た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 。さすが、マジ。マゴチ追い込み、追い込み。まっすぐ敗北を知らない人だ。釣るしかねえから。釣るしかねえから。あ、ちょうどいい。リリー。23センチぐらい。クリア。マゴチではない。親顔のマゴチじゃなかった。すげえ恥ずかしい。29センチ。29センチ。しもちちゃん。ありがとう、ありがとう。あと10分。あと10分。頑張ろう。釣れる気がしてきた。生命感が生命感が生命感を感じた。生命感感じた。やった。お、あ、そう、はい、おお、なんだなんだ。いや、重たいぞ。マゴチだよ、マゴチだよ。じゃあ
マゴチマゴチマゴチバルルバル怖い怖いマゴチマゴチマゴチバルルバル怖い怖いマゴチやーだよーイエーイおい来たよなんかラストスパート来てるよあと8分で260ぐらいだね半分いて半分ここに来て半分あと8分だよあと8分やったー今日が何気に初マゴチそうなりますね今日すごいバウンドする超元気めっちゃバウンドしてるよいしょゼロの44よしルアーはルアーはヨルティの 30g ですね。キャンプなので。あと風強いので、ちょっと負けないように。これね、5時間52分かけて釣ったんだね。やっとの。やっとの。むしろよくそんな長い時間やった。やっぱ諦めないことですよね。そうだな。マゴチ、ヨルティ 30g です。やったー。ここに来て。釣れました。よかった、無事いろんなのが釣れてる、ね、いろんなのが釣れてる、いろんなの釣れてる嬉しい。なんだかんだ、あ、元気いけるぜ。よし、はい、バイバイ。やったー、イエーイ。よしよしよし、まだまだまだあと5分、まだあと5分、いける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 、もう一本もう一本みんな釣れそうだということを察知したよ。ちょっと潮止まり挟んじゃったからな、大変そうだったな、うん、今日のタイムスケジュールは真ん中の3時間が全く潮も動かないんで、これから釣れ出すんだ。なるほど。でも残念ながら1分前チーンはい、終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。半分行きました。半分行ったかな。あ、半分行きました。150が惜しくて88cm くらい。マゴチ釣ってないっすよ。そうなんだ。88cm でインパクトが強くてモンスターシーバス出ました。俺そっちの方が羨ましい。はい、6時間お疲れ様でした。お疲れ様でした。結果発表です。マゴチヒラメ500企画、成績は262cm。ちょい嬉しいな。はい、でまあちょっとね、今回潮止まり真ん中挟んだことと、後半爆風で釣りが厳しかったってことで、社長の温情で他に釣ったゲストも足して500cm いったらいいじゃないかということに。なるほど。女性陣からも強い要望がありまして、ありがとうございます。マリカンは嫌だよ。マリカン嫌だってことで、入れました。西ポチポチ続きも全部入れた結果、なんと497cm。 いってない。今の流れ、言ってる流れでしょう。今のは3cm。 いってないんだ。マジですか。わずかに。くっそー、石持ち全力がないのかと。マリカンやだ。カナオがよ、カナオが言うの、他になんとかない、なんないんですか。そういえば俺の釣った63センチのワゴチがあったわ。オープニングフィッシュ、ね、はい、ここでミニゲームをやってクリアしたら俺の魚も入れていい。ミニゲームじゃないけどね。っていうことに しました。おここでミニゲームをやってもらいたいと思います。やった。で、何をやってもらうかというと、今日は風ビュービューだったしね、いい感だったから、もう俺喉カラカラで、こういう時はコカ・コーラゼロがめっちゃ飲みたい。ゼロなんだ。ゼロゼロじゃない。いや、あの40代以降はね、ノーマルは危険。血糖値爆上がりすぎる。砂糖の塊みたいな。怒られそうだし。そうですね。大事ですよ。コーラの砂糖が入ってます。大丈夫じゃないということで、今から2人行ってもらうのは2人。この町の中どっかには売ってると思うんで、行ってきてくださいってことで、じゃんけんでちょっと
ただ買ってくればいいですか。ただ買ってくればいいです。5分以内。5分以内。あるのかな。5分以内。しかもゼロじゃないですか。5分以内にゼロ。ドクターペッパーとか買ってきたら置いて帰る。好きだけど今はね血糖値、あれも血糖値ばっかり、あれも砂糖めっちゃ入ってますから。私ドクペ飲みたい。あれハードル上がったよ。なんでそれだと相当ダメだ。入れる？それはダメだ。ドクターコンパも入れる？ああ、ドク。我が千葉県民のマックスコーヒーは。あ、じゃあマックスコーヒー。絶対間に合わない。絶対間に合わない。絶対間に合わないから。しましょう。ほら、心ゼロ。メンバー決めて、メンバー。じゃあどっちか負けどっちかね。いやこれは。いやでも むしろ僕社長のために行きたいんで、男気じゃんけん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 、じゃんけんぽい、よっしゃー、はい、男気じゃんけん、じゃんけんぽい、じゃんけんぽい、よし、1名決定、1名決定、一番、一番足元が弱そうなんだけど確かに確かに最悪、街中へ繰り出すんですよ、まあ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 、急にこの世界が出てくる、まあまあまあ、いこう、男気じゃんけん、じゃんけんぽい、託しました、よろしくお願いします。なんか嬉しそうじゃない？大丈夫？大丈夫？よし、やっぱ先輩はね、違いますね、くるか、はい、じゃあ二人だ、なんか、でもなんか、いけそうな二人ですね、はい、思いますわ、足速そう、これタイマーを5分にしたらいいかな、はい、いきますよ。お金は？お金、はい。T ポイントカードでもいいよ。え？限られちゃう。もう使える自販機かっていうところから。どうぞ。いらっしゃい。気をつけて。一時停留です。怪我しないようにね。なんか自販機のアプリとかあるのかな？ない。急いで急いで。じゃあ日がめでもさばきますか。いやここで。どっちどっち、まずは右じゃない、右で、でもさ、うん、違う、でもさ街中のがあるじゃん、ポンジュースの近くにある、ポンジュース、あ、確かにポンジュースがある、ポンジュースにあるかもしれない、絶対ここで働いてたらね、ポンジュース以外伸びなくなるもんね工場に1台設置してある可能性ある、あ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 ったあった、隣はない、2個並んでない、隣わかんないよ、隣も朝日、隣何？一個は朝日だね。サントリーだ。サントリーと朝日。あそこにもある。あったあったあった。あ、でもあれコーラじゃないな。え、むしろこんな全部制覇。ポッカポッカ。え、進むこれ。え、でも進んでもなさそうじゃね？大きな選択をミスったよ。てかむしろすごくね。コカ・コーラ以外全部あるよ、これ。やばい。あ、でもエネオスがある。あ、エネオスいい、エネオスがある、あ、ファミマがある、ファミマでいいでしょ、え、ファミマ OK だね、 OK、 ファミマ OK だね、これはないね、あったあった、エネオスあった、あ、こん中あるでしょ、コーラじゃないコーラじゃないコーラじゃなかった、あ、ペプシ、ペプシじゃダメなんだもんね、サントリーだもんね、はい、2分30秒経過、間に合ってんだよ、明日間に合うのか、間に合うのか、間に合うのか、どこへ行った、大丈夫かな、もうタイマー入ります、タイマー、151円で49円の発生、あんま振っちゃダメだよね、あんま振らないようには走らなきゃいけない、間に合う、間に合ってる、いい、あと何だ、なんでトナミ君が投げろって言うのも、そうか、魚くせえじゃないか
あー美味しい。あぶねー、あぶねー、あぶねー。おー、おー、うえー、ナイスラン、ナイスラン。いっぱいこぼれたぞ。いやでもこれ待ってたから間に合わなかった。あぶねー、あそこで開けないと間に合わなかった。いや、ありがとうございますってことで、じゃあ達成ってことで、圧倒的落語。圧倒的落語。こんなか、あれはチーズしてたら終わりだったね。最悪の流れだ。めっちゃドキドキしてました。運が見つかった。反動が。コーラを投げちゃダメなの知ってる？ダメですか？投げ、俺もダメだろうなと思ったんだけど、遠山くんがヘイって言ってる。ヘイって遠山くんがヘイって俺も一瞬ためらってたの、多分カメラ見てもらえば分かります。混ぜちゃダメだし、魚作った網で飲み物取っちゃダメだし。よかったよかった。ちょっと流しましょう。じゃあ第2回お疲れ。お疲れ様です。達成と2回目もやったね。達成。達成。達成だね。達成ですよ。達成しなかったら解散という噂の。そうそう、坊主、坊主だった解散。坊主だった。何もない。4人で全力尽くして何にも魚とらえなかったら解散です。最初そのちょっと空気ありましたね。ちょっと後で。犬くんまたシュールな。前回もなんか飛んでたよ。前回ワンちゃんね、犬飛んでたよね。今度は猫。ちょっと1人ずつかけてみよう、ローランドにも。ローランドにも。なんていうか。食べてくれるかな。お酒は飲まないからね、お客さんからのローランドは。お客さんからのトマトはどうなんだろう。食べるでしょ。かわいい。普通に食べてくれた。店長、コーヒー牛乳をください。かわいい。かわいい。かわいい。角度がちゃんと、ちゃんと選手があるし。いや、こいつちょっと絶対今後邪魔されそう。写真撮れたから。あ、そうなの。ちょうどいい写真。いい匂い。めっちゃいい匂いする。全部いきます。うん。で、よし。あれが欲しいの。よし、キューとか書かなくていい。焼いてんだ、ちょっといかがなの。これ邪魔なんだよ。ひどい、ひどい、ひどい。ムスにはとっても邪魔なんだよな。ほら、謝ってさ、ごめん、ごめん。すごい邪魔だったの、でも。オープン。おー、ヒラメ。ここのいいじゃない。プレスはいただきます。いただきます。そうだろうね。東京版の国は。美味しいです。はい。美味しいです。美味しいです。覚悟して食べた。いや、それ言われたらね、ちょっと不安になっちゃう。ことかもう一番美味しいとこじゃん、これ。このプルプルで。甘すぎ。本当に？大丈夫か。ダメだね。ダメ。ちょっとワンオフだな。ちょっと若干やつ出たやつですね。あ、カナオさん。カナオショットは大丈夫。カナオさんはあまりフラットなところで。カナオさんで何で？敏感？敏感？魚もともと苦手だったんですよ。でもじゃあ前回釣り親父で食べたスズキはだいぶやつがいました。はい、これは普通大丈夫。あ、多分そのスズキよりはいないんじゃないかな。はい、多分。あ、バターいっぱいつけた方がいいんじゃない。ちょっとね、醤油。皮だね。身の方が多分そうだね。俺のね、センサーすごいの。魚センサー。ちょっと気になるぐらいです。ちょっとだけね。どうでしょうか。ちょっとだけ。ちょっと。あ、でも美味しい。あ、本当に。ふわふわしてるし、美味しい。美味しいね。美味しい。普通に食べられます。よかった。合格点。ありがとう。嬉しい。ペイキスと。
じゃあ、見ますよ。やつが香る。おいしいおいしい。よかったよかった。アナウンサーがおいしいっていうのは大丈夫。マジでもう、さばいてくれて。星くんこそね、料理と仕込んでくれて。小峰くんは船作ってくれたこと。捨てられたけど。なくなっちゃったの。回収した。回収した。